森江春作の受験簿シリーズ字の密室。字の密室は、芦部卓による日本の推理小説作品。森江春作の受験簿シリーズの10作目のミステリー。1996年に発表された、字の誘拐の姉妹編にあたる物語。世紀を隔てた3つの密室事件が主軸となっている。明治9年7月、大阪、川口外国人居留地。福井の三国から仕事の関係で、一時大阪へ帰ってきた、お雇い外国人のエッセルは、貿易商のベイムラーと間違われ、襲われた。阿字川峡を渡り、居留地内のどこかの洋館らしき建物に連れて来られた、エッセルは、しかし、そこで、ベイムラー本人の死体を目の当たりにする。その後、ベイムラー商会から、火の手が上がり、エッセルは救出されたものの、ベイムラーの死体は跡形もなく消えていた。居留地の作り上、現場は大きな密室状態であることが判明する。1970年夏、医大生の郡倉貫一は、高校時代の同級生、有働とその友人ら4人と夜遅くまで飲んでいた。有働に起こされ、時計を見ると午前1時半、2時から始まるラジオ番組、チャチャヤングをどうしても聞きたかった、郡壮は、有働に見送られ、阿字川家庭へトンネルを通って帰途に着く。間もなく、出口、というところで、つい、先ほどまで一緒に飲んでいた仲間の一人の死体を発見する。そしてその直後、郡壮自身も、何者かに後頭部を殴られ気絶してしまう。彼の前にも後ろにも誰もいなかった、そして見送った。有働以外の二人にはアリバイがあった。そして、2001年、森江春作は、ある事件の身代金として、エッシャーの版画を運ばされることになった。犯人が受け渡し方法に指定してきたのは、水上バスアクアライナー。近づくことも逃げることもできない水上の密室で、犯人は、どのようにして、身代金を奪うつもりなのか。ありがとうございます。